皆さんこんにちは。本日は、試験登録から世界の食品機能性研究トレンドをテーマとしてお話をさせていただきます。機能性食品では、素材の安全性、有効性に関する一臨床試験が研究開発の行方を左右しており、その結果が商品表示で反映され、ヘルスクレームで直結しています。本講演では、今後のトレンドを見越して、有名してある VS Clinical Trials.gov で、国内外での試験登録情報を分析し、成長分野の予測を行いたいと思います。まずは、日米の臨床試験登録機関を比較したいと思います。日本では、食品の介入試験をおなじみの UMCTR に登録することが多いですが、アメリカを中心に海外の多くの試験が clinicaltrials.gov というアメリカ政府系の登録機関に登録されています。 UMCTR は2005年に創設された国立大学病院長会議の大学病院医療情報ネットワーク協議会という組織によって運営されています。クリニカルトラウスターズ・ガウはそれよりも歴史が長く、2000年に発足し、アメリカ国立衛生研究所 NIH の元にあるアメリカ国立医学図書館 NLM がそれを管理運営しています。両機関ともに医学雑誌編集者国際委員会 ICMJE が策定したルールに準拠しており、 WHO のプライマリーレジストリー認定も受けています。両機関では、全世界向けに試験登録を受け付けしておりますが、現状はやはりそれぞれの本国で実施されたものがメインとなっています。2023年9月現在、ユミシティアでは約 5.1 万件の登録件数に対して、クリニカルトラウスダードガウは約 46.5 万件が登録されています。ここで今回の調査背景をご紹介させていただきます。 UMCTR も clinicaltrials.gov も臨床試験の登録システムであり、出版バイアスの防止の意味で臨床試験の透明性を担保する役割を担っています。日本では機能性表示食品の届け出を目的とした臨床試験は UMCTR のような登録システムへの登録することが望ましいです。一方、海外の多くの国地域ではサプリメントや機能性食品の販売承認申請を目的とした食品介入試験を実施するにあたって、医薬品並みの GCP 準拠が求められ、試験登録が強く推奨されています。または義務付けられています。そのため商品開発に先立ち、試験登録機関に登録された臨床試験を分析することで、市場の動向や試験の実施可能性など、さまざまな情報を得ることができます。弊社はすでに、毎月、UMCTR に登録されている一人臨床試験を集計し、これを定期的に公開しています。今回、日本と海外における食品機能性研究の最新トレンドを把握するために、UMCTR に加え、clinicaltrials.gov で直近3ヶ月の試験登録データを抽出し、2つのシステム間の比較分析を行いました。まずは UMCTR のデータです。2023年8月18日に、こちらの条件で112試験のデータを抽出しました。一般公開日が2023年5月16日から2023年8月15日の間に当てはまる試験の中から食品のみを介入としている試験を選択しております。データのクリーニングに関しまして、抽出された試験の主要アウトカムを弊社独自の分類法に従い58種類に分類しました。分類の詳細にご興味がある方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。ここからはその集計結果ですが、
まず、食品を介入とした臨床試験で採用されたデザインに関しまして、全体的にランダム化比較試験 RCT の実施率が8割以上であり、高いイメージとなりました。二重盲検で実施された試験も6割近く達しています。また、6割以上の試験がプラセボ対象設定しており、症例数に関しまして、やはり50例未満の試験が大半を占めています。ここでは、弊社独自の分類法に従い分類した58種類のアウトカムの実施件数を示しました。ユーミシティアルでは、抽出された112件の試験の中で、体内動態が16件、血糖、体脂肪がそれぞれ9件、脳機能、成長、美容がそれぞれ8件で、これらのアウトカムにおいて実施件数が比較的に多い結果になりました。人気のあるアウトカムを設定した臨床試験で採用された試験デザインについて、血糖と体内動態はクローズオーバー比較デザインがそれぞれ8割、6割に達しており、たくさんの試験で採用されています。一方、体脂肪、脳機能、成長、美容は平行群眼比較デザインが多い結果になりました。また、これらのアウトカムを採用した試験において、ランダム化と二重盲検を多数実施しており、レベルの高い試験が多いことが分かりました。さらに、有効性を検証する試験では、ほとんどプラセボがコントロールとして設けられています。症例数に関しまして、血糖試験において、クローズオーバーデザインが多いことに加え、いわゆる境界域の方を募集する難易度が高いと見られて、すべて50例未満の試験という結果になりました。他のアウトカムでは、クローズオーバーデザインが多い体内動態を除いて50例未満と、それ以上の試験がそれぞれ半分ぐらいの割合を占めています。次はクリニカルトライアルスタートカーブのデータです。こちらはデータセットの概要ですが、2023年9月4日にこちらの条件で118試験のデータを抽出しました。その条件としては、試験開始日が2023年6月1日から2023年8月31日の間に当てはまる試験。試験の種類が介入である試験、介入の内容がサプリメントを含む試験、試験参加者が成人、または高齢者である試験、試験参加者に健常者が含まれる試験、そして主催者の種類が企業、またはその他、個人、大学、組織である試験です。また、日本で実施された試験を除外しました。データのクリーニングに関しまして、ユーミのデータと同様に抽出された試験の主要アウトカムを弊社独自の分類法に従い、58種類に分類しました。それに加えて、実施場所の特徴を把握するため、抽出された試験の実施地域を6大洲、アジア、ヨーロッパ、北米、南米、オセアニア、アフリカに分類しました。こちらの分類の詳細もご興味ある方はお気軽に弊社までお問い合わせください。分析の結果ですが、食品を介入とした臨床試験で採用されたデザインについて、日本の同様、RCT の実施率が約8割であり、結構高いイメージとなりました。また、約6割の試験が20以上の盲検化を実施しています。ここでは、マスキングの定義がより細かいんですが、20以上であれば、バイアスを避けることが考えられますので、これを見ると、世界の食品臨床試験も高水準で行われることがわかります。研究目的として、治療や予防目的で実施された研究が半分を占めており、症例数について50例未満の試験の割合が半分以上で、日本の同じ程度の結果となりました。しかし、100例以上の試験も総数の4分の1を占めています。全体的に日本の試験規模よりやや大きいイメージになります。
実施場所から見ますと、アメリカ以外でもヨーロッパやアジアを中心に多数の試験が実施されています。これはやはり人口が多いかつサプリメントの需要が高いマーケットで、そこの人口を対象により多くの試験が実施されている印象でした。こちらも弊社独自の分類法に従い分類した58種類のアウトカムの実施件数を示しました。clinicaltrials.gov では、実施された118件の試験の中で、血統が16件、成長が11件、その他が10件、美容が9件、体脂肪、運動器がそれぞれ8件で、これらのアウトカムにおいて実施件数が比較的に多い結果となりました。人気のアウトカムがいくつか被っていますが、他のアウトカムの実施状況に関しまして、日本のデータと異なる傾向を示しています。ここでは、その他のアウトカムについてご説明させていただきます。その他に分類された試験では、具体的に実現可能性、女性機能、解毒、妊娠、オミクス解析などに関連するアウトカムが設定されています。実際、試験の内容としては、アウトカムや募集の実現可能性を検証するパイロット試験、日本の保険機能証券制度では考えられない対象者や機能性に関する試験、遺伝子発現解析関連の臨床研究などが挙げられます。人気のあるアウトカムを設定した臨床試験で採用されたデザインに関しまして、日本と同様、血統試験はクローズオーバー比較デザインが多く、成長、美容、脳機能、運動器は平行群が比較デザインが多い結果になりました。一方、ほとんどの試験がランダム化を実施しておりますが、盲検化はそれほど厳重に実施されていないことがわかります。ここでは日本との大きな差を示しています。研究目的と症例数はご覧の通りになっています。研究目的として、全体的に予防や治療の目的で行ったものが多くて、介入が実際の商品開発につながっている可能性が高いと予想されます。症例数に関しまして、こちらもクローズオーバーデザインが多い血統試験は比較的に症例数50未満のものが多く、その他の人気アウトカムは50例未満の以上で実施された件数がそれぞれ半分ぐらいのイメージになります。人気のあるアウトカムを設定した臨床試験の実施場所はご覧の通りになっています。ここでちょっとまとめますが、今回、clinicaltrials.gov と UMCTR で直近3ヶ月間で新規登録された食品を介入する試験を集計比較しました。実施件数が多い試験種別トップ5として、clinicaltrials.gov では血統、成長、その他、美容、脳機能、運動器が上位に上がっており、UMCTR では体内動態、血糖、体脂肪、脳機能、成長、美容が人気のアウトカムとなっています。アメリカでは2017年の統計で人口肥満率が 41.9% であり、血糖コントロールが永遠の話題になりそうですので、この分野での開発が活発化になっていると見られます。日本も近年、糖尿病予備群が拡大しており、未病改善に取り組んでいる方も増え、関連市場が伸びると予想されているため、開発の状況はアメリカと似ている傾向を示しています。脳機能は両方上位に上がっていますが、日本ではほとんど認知機能の試験に対して、アメリカでは認知機能以外に脳を鍛えるという観点から、主に集中力や処理速度などの評価をする e スポーツ関連の試験を多数実施されています。また、成長・美容関連試験の人気ぶりも共通しています。成長に関しまして、最近基礎研究で腸の様々な組織、臓器の相関が発見され、それを臨床的に実証する試験が着実に増えているイメージになります。一方、美容に関しまして、全世界から見ますと、肌の方が毛髪に焦点を当てる試験も多数見られていますので、今後、
今後商品開発の行方が注目すべきではないかと考えております。最後になりますが、ここで弊社の国際支援事業をご紹介させていただきます。こちらは会社概要となります。現在7つの事業を展開しております。弊社の国際支援事業では、国内外の両方向で商品の開発から行政対応やプロモーションまで、世界中にある食品惣菜の信頼性と付加価値を高めるため、多角的な視点から提案し、国際的な共同研究開発をトータルサポートしております。弊社は海外の大学教授や研究者を日本へ招いて行った国際シンポジウムの開催実績をはじめ、海外とのコネクションを拡大中でございます。また国内での臨床試験実績をもって海外でのビジネスを広げる手伝いも行っております。海外市場の規制情報や最新トレンドの調査から、自社製品をどのようにグローバル展開できるか、専門家を交えた戦略の立案までお気軽にご相談ください。弊社は日本企業だけではなく、世界各国から様々な臨床試験依頼を幅広く受託しており、海外企業との共同プロジェクトも数多く企画実施しています。アジアとヨーロッパを中心に、様々な国地域のビジネスパートナーと連携しながら、海外惣菜や食品の安全性と有効性を証明してきました。これらの活動によって、より付加価値の高い商品を創出し、日本での販売展開を各面、技術面からサポートします。国内企業様からは、海外で食品認証試験を実施することがハードルが高いといった意見を多数いただいております。このようなお悩みを解決するために、弊社はすでに数社の海外食品CROと連携し、海外での食品認証試験実施をサポートすることが可能になりました。具体的には、素材や製品の販売対象地域や人種、試験目的、出別、ヘルスクレームに合わせて海外 CRO を選定して最適な試験プランを提案できます。また、医学、生物学を専門とする外国人社員が在籍しており、これらの専門分野において多言語でコーディネート業務を対応可能でございます。こちらは海外試験開始まで大まかの流れでございます。以上をもちまして、本日のプレゼンテーションを終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。発表内容に対するご質問、ご意見、お問い合わせなどは、お気軽に下記の連絡先までお寄せください。